大沢隆雄さんですえー、大沢隆雄です本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします続いて政府の陰謀いぶかしがる報道ニュースキャスター一夜ひろみを演じられました上戸彩さんです上戸彩ですよろしくお願いいたします続きまして大和の副長江田の右腕山中英二を演じられました 中村葵さんです中村葵ですよろしくお願いします続きまして大和のソナーマン溝口拓夫を演じられました前原孝さんです前原孝ですよろしくお願いします続いて内閣総理大臣竹上俊夫を演じられました笹野隆さんです笹野でございますよろしくお願いいたします 続いて防衛大臣曽根崎ひとを演じられました夏川由依さんです夏川由依ですよろしくお願いします <laughs> そして最後に海原渡内閣官房長官です海原渡を演じられました江口洋介さんですどうも江口です今日はよろしくお願いします <laughs> よろしくお願いいたします さあ、今日はこちら豪華メンバーの皆さんでお届けしてまいりますが、どうぞ後方のスーツールの皆様、おかけいただいてお話を進めていきたいと思います。お願いいたします。マスコミの皆様にご案内です。ここからのフラッシュ撮影は一旦お休みでお願いいたします。さあ、ということで、本日のイベントの開始がですね、ドラマシリーズ沈黙の艦隊、まあ、ついに東京湾が舞台となりますので、ウエトさん大丈夫ですか 椅子がね、調子が悪かったということで。東京湾が舞台になるということですので、迫力ある潜水艦バトルが繰り広げられるのが、まさに東京湾ということになります。今日のイベントは、開始がその東京湾からド派手に皆さんご登場いただいたんですが、大沢さん、このご登場に関してはいかがでしたかそうですね、あの、本当に最初企画を聞いたときはやめた方がいいんじゃないかなと思ったんですけども。 ほんのさすがにマスコミの皆さん来ないんじゃないかっていうのがまず一つ心配でですねヒやヒやしながら船に乗ってたんですけどおかげさまで今日集まっていただいてすごく嬉しく思いますあの本当にこの物語見ていただくと分かるんですけどあのこの東京湾を舞台にしたもう大回戦が繰り広げられるもうこう今までかつて見たことのない 映画でもドラマでもないすごく激しい作品になってますんであのちょうどいいご挨拶ができたかなというふうに思っておりますんで本日はあの改めてね今日来ていただいてありがとうございますありがとうございます上戸さんはこの東京湾から船でご登場というのはいかがでしたあのそうですねこの東京湾の海の下中で戦いが行われていたんだと思うとなんか。 ねえ感慨深いものがあって大沢さん撮影どうでしたって言ったら本当は東京湾の中にはいなくて俺スタジオだからって言われてあそうだったと思いながらでも今日は日が出ていたのであったかかったしあのちょっと興奮しました。船も楽しかったですでもあそこここにに立つとこんなにこう ビル群ですとか、うん、こう、人々が生活しているところの近くで起きていた、そ,<う>その舞台になっているというのは驚きますよね。はい。さあ、そして、えー、本作、日本の劇場版映画を、皆さんご存知の通り制作しまして、その後ドラマシリーズとして全世界に配信するという新たな取り組みというプロジェクトになります。えー、昨年大ヒットした映画のストーリーと、まあ、その鈴木を描いた8話、完全ドラマシリーズとして今後配信。 明日からですね、されるということになるんですが大沢さんはプロデューサーとしてもご参加されておりますけれども今のお気持ち、手応えをぜひ教えてください。えそうですねあの本当にあの昨年11月、えー、10月、映画で公開してましておかげさまですごくヒットすることができてあのそして、さらにその、えー、ドラマ版ということであ,のあれがあの映画が序章とするなら。 このドラマがおそらく第一章とといいう位置づけになると思います映画見てない方にも見てる方にもとっても面白い1話からのドラマになると思うんで本当にこのためにこの数年間我々みんなで頑張ってきたんでもう今はねちょっとこう嬉しいというよりもちょっと不安とか恐怖とかもちろん日本だけじゃなくてあの世界の人がこういう30年前の沈黙の艦隊というそして今にもつながるこう社会問題とか世界の情勢の問題を 真正面から捉えた作品なんでどういうふうにみんな見るのかヨーロッパの人アメリカの人もちろんアジアの人はどういうふうに見るのかそういうものをすごくこう全く未知の世界に我々こう踏み込んできたんであのすごく楽しみでもありもう今ドキドキ。 しししててる状態ででありまますすすのですごく楽しみにはしてますけど、はい、240以上の国や地域でご覧いただける作品になるということなんですけれども今大沢さんおっしゃった通り劇場版が序章でここ,が、まあ、ここからスタートして、えー、ストーリーがさらに進んでいくという海江田の真意も徐々に分かるのかなというところなんですけれども、はい、江口さんあの、うん 周囲の人間ドラマも本作大変注目のポイントだと思うんですけれども、ドラマ版の海江田に関してはこの官房長官うなばとして海江田と対峙した江口さんはどんな印象を受けましたか。えー、そうですね、えー。よりまあドラマの方がより深くまあ人物もまあ一人一人を描いていると思うんですけれども、まあ海江田とまあ僕の役はどちらかというとあのその事件に振り回される。 国家側というか、まあ、国民側代表みたいな、えー、立ち位置かなと思ってやらせてもらいましたけども、えーまあ、ご覧の通りまり、あ、大坂がやられてるともうちょっと鬼神のようなねちょっと何を考えているかわからないような存在がこう陸地に上がってくるわけですよ。で、まああのー、どういうふうにこの世界の人が見えるかすごく楽しみですけども、うん、なんかそのこれどういった人間なんだっていうこっち側も 国ももちろん背負ってるんですけどどんな人物なんだっていうようなあの感じでやらせてすごい緊張感のある撮影をやったのは覚えてますけどもなんか、まあ、一官房長官という役をやらせてもらいましたけども、まあ、実際に、えー、そういった男が現れたり、まあ、あるテロリズムみたいな考え方をした時にいやかなり怖いこれはどういうふうに自分でえー どちらに自分の意思を見せるのかっていうのは非常に難しいところだなとまあでも楓がそのやった独立国ということに同盟を組むということの意思みたいなものはある日本が今までしょってきたものと何かそこで意思を出すっていう姿勢はすごく僕は好きだったんですけどもでもそう意思を見せたら。 ある東京湾の中でもしかしたら戦争の一つが始まるかもしれないという恐怖心と非常にあの身によっては日本人としてはすごく奥深いものだと思うんですけれどもこれが本当に世界各国で見られることがすごく楽しみですねどういった反響が来るのか楽しみにしています劇場公開された沈黙の艦隊「最大の山場」は世界に発信された海江田大和の 独立国家宣言でしたそして完成したこのドラマ版のハイライトはそのヤマトと日本との条約交渉です交渉に向けヤマトは東京湾に浮上します各テロリストとして葬ろうとするアメリカ世界の目が東京湾に注がれる中追い込まれたに日本がヤマトと日本国民を守るために選択した政治的決断とは何か 大和が日本を動かし、日本が世界を動かす。このドラマ最大の山場です。大沢さん、キャストの皆さん、そして制作スタッフの皆さん、東京湾の激戦の大迫力とともに、条約交渉の場面をあふれる緊張感とみなぎる現実感で仕上げていただいたこと、感謝いたします。ご苦労様でした。川口海事。 川口海次先生よりお手読いただきましたが大沢さん内容をお聞きになって今ご自身で読まれていかがだったでしょうかあのそうですねあのすごくこう最初からごのご挨拶した時からもう本当にこの30年間大切にしている子どもをこう手放すようなずっと話してても寂しい表情をしていたあ、まあ、川口先生の表情が今も忘れずにそれが最初の映画版を試写室に見に来ていただいた時も ものすごく笑顔で出てきてくれてそしてドラマ版の感想は僕直接まだお会いしてないんですけどもこういうお手紙を書いていただいたこと、えー、感謝してますあのお手紙というよりもほとんども宣伝文句みたいになっていましてもうほとんど我々の、えー、映像チームの、えー、一員みたいな感じになっていただいて本当にこの改めて何から何までですねいつも温かく見守っていただいてすごく先生には感謝しておりますありがとうございます